終末のただ中にいるのなら、聖霊は我々が祝福され守られていることを。信仰、よく聞く言葉です。しかし信仰とはただの言葉ではありません、兄弟の皆さん。では信仰とは何なのでしょう。ルカの福音書にもあります、人に不可能なことも神には可能であると。つまり正しき信仰は魂の救済をもたらすのです。救済への架け橋を皆さんは渡れますか？魂の救済を求めますか、兄弟の皆さん？はい、すごい。そうでしょう。あなたたちは他の罪人とは違うのです。主はこの私に印をお与えくださいました。主は私に語りかけ、私の行いをお褒めくださいました。そして信仰に報いるためあるものを授けてくださったのです。天使を、聖なる神の力をその身に宿せし御子、我らが祈り待ち続けた奇跡です。ハレルヤの聖章を。信じますか、彼の力を。信じますか、この私を。それならば彼をこの場に迎えましょう。我らが待ち望んだ奇跡、天使ダニエルを。かの預言者ダニエル、愚か者により獅子の巣へ投げ込まれました。しかし神は天命を託すためダニエルを救いました。そしてここに使わされたのです、救済のために。苦しむ我々を導くために。さあダニエル、主の真の力を掲示するのです。神の伝令人を得たのです。新たな信徒が増え、この教会も成長しています。ですが全てはここからです。教えを広めるのです。あ、やった。奇跡を見届けましょう。神よ、ありがとうございました。神のご加護があらんこと。アーメン。その神に感謝せよ。神に感謝します。ダニエルを讃えよ。当教会では広く寄付を受け付けています。寄付は教会の維持に使用いたします。そうそう、
ピクニック抽選会のチケットをお買い忘れなく。ダニエルも来ますからね。ご質問は外で私がお答えします。皆さんに神のご加護を。いや、さっき駐車場にいた人ね。ああ、そうだよ。ここ素敵よね。下を見渡せるし、牧師様が授業してくれるとこだから。おい、どうした？水飲むか？大丈夫、ちょっと具合悪いだけ。ああ、そっか、大変だな。ねえ、その目どうしたの？ああ、いろいろあったさ。そうなんだ。私、サラディ。あなたは？君、ジェイコブの妹か。手紙受け取ったか？カリフォルニアからの。うん。なんで手紙のこと知ってるの？カリフォルニアで、一緒に暮らしてた。あなた、まさかダニエルのお兄さん？あなたのこといつも話してて。その通り。でさ、聞きたいことがあるんだけど。牧師様は隣人を助けようって言ってる。聞きたいことって？ダニエルはここで何してるんだ？あの子は奇跡。神様に導かれてここに来たの。優しくて面白いから大好きなんだ。いつも一緒に遊んでる。牧師って誰のこと？知らないの？リスベス様だよ。子供の頃に神様に祝福されたの。そのおかげでどんな罪も犯さないんだよ。この場所って教会だけど、みんなのお家でもあるんだ。牧師様は私たちは選ばれたって。ダニエルに会わせてくれないか？いいよ、きっとダニエルもすっごく喜ぶ。誕生日の日に会いたがってたから、遅めのプレゼントになるよ。わかる？あなたの存在は彼らと私の信仰の証なの。わかってる。でもショーン。あら、ショーン待ってたよ。よかった。成長したな。そう見える？ねえ、目どうしたの？気にすんな、なんでもない。まさか農園で僕のせい？ごめんなさい、本当に。終わったことだ、前に進もう。それ痛い？いや、その髪型ほどじゃない。うるさい。僕は気に入ってる。ショーン、置き去りにしてごめん。怖くて何もできなかった。死んじゃったかと思って。だから。もういい、また会えたんだ。うん。それでこれからここで一緒に住むの？いや、プエルトロボスに行かねえと。でも、もう必要ないよ。新しい家もあるし。見てよ。一歩ずつですよ、ダニエル。
考える時間をあげなさい。いろいろ聞かされて混乱していることでしょう。遅れましたが、リスベス・フィッシャーです。あなたの無事を祈っていました。ショーン、あなたも我が死を信じますね。ちょっと、やはり再会できたのは信仰のおかげ。ともかくサラリーとダニエルは、救急箱を、ここは癒しの場、手当てが第一です。後にしようよ、話したいし。ダニエル、行って。分かった。ダニエル、行こう。おいおい、待てよ。さてと、会えてよかった。神に感謝しましょう。ダニエルとはしばらくぶりですね。死にかけてて。分かっています。責める気はありません。これからどうする気ですか。この祝福されし地でダニエルと共に暮らすのがあの子のためかと。ご存知の通り、彼は主から使命を託されていますから。まあ少しの間なら。まあそれはよかった。愛ある判断ですね。しかし門は小さく道は狭い。あのワシントンであなたが傷つけた哀れな男のことです。これは恐ろしい罪です。回春なくしてあなたを受け入れられません。はあ、本気なのか。ええ、我が子よ。俺はあんたの子じゃない。ダニエルだってあんたの所有物じゃない。ダニエル、行くぞ。本人に聞きましょう、どうしたいか。触んな。おいおい、何したの。何も。やめて。なんてことを。我が主の見舞いで。どういうこと。あなたの目の前にいる兄は罪人に身をやつしました。ですがまだ救いはありますよ。牧師様の言う通りだ。ショーンといるとろくなことにならない。僕、ショーンのために祈るよ。お前は操られてんだ。導きましょう。決して消えない光、真実の光へ、あなたの友として。ふざけんな。行くぞダニエル。一人で行けば。わかりましたね、ショーン。また会えたのに、なんでだよ。なあ来い。話せよダニエル。話せクソ野郎。ダニエル、騙されるな。黙れ。我が主を信じるのです。ショーン、待っています。待ってるよダニエル。ほら、満足か。二度と面見せるな。おいおい、私とやる気か。寝とけばいいもの。ダニエル、ダニエル。いい加減にしろ。ここは私有地だ。侵入者は合法的に排除できる。わかるな。俺はただ弟と一緒に。だが彼はそれを望んでない。この教会が彼の居場所なんだ。次は容赦なくこいつを使うからな。さあ立ち去れ。ダニエル、おい。ショーン、なんだ。